ワイズラボ株式会社代表取締役社長坂入満といいます。当社はですね、建築インテリアのコンサルティングを行っている設計事務所です。我々がお客様に評価されている一つは、綿密なリサーチをもとにコンセプトを作ることです。そのコンセプトをもとに最終的には椅子一つに至るまで意味のある形にデザインに落とし込むというところです。例えばそのうちの一つのワーク&スタイルラボでは、それぞれの業界の特性や成長段階に合わせ、人、言葉という3つのコンサルティング領域からオフィス作りを行えるのが大きな魅力になっていると思います。当然我々の制作する図面も最終的な成果物になるまではいくつもの企業と共に作り上げる必要があります。その際に最も重要なことは、共有できる安定したプラットフォームがあるということです。私が20年来にわたってオートキャド製品を使い続けている最大の理由は、何といってもその信頼性の高さですね。世界的に広く信頼されている安定性の高さというのは最も重要で、我々のような小規模の企業にとってもビジネスチャンスを信頼に変える大切なストラテジーですよね。デスクトップサブスクリプションへの移行理由なんですけれども、やはりバージョンアップのタイミングというところが非常に大きかったと思います。以前はですね、パートナー企業様とやり取りをさせていただく中で、我々のソフトウェアが最新バージョンでなかった時もあったために、データを開くことができずにファイルのバージョンダウンをお願いして、でその時にやはりどうしても半日以上時間をロスするようなことも確かにあったと思います。デスクトップサブスクリプションでは常に最新のバージョンが利用できるために、私も安心してなおかつスピーディーに業務を行うことができています。デザイナーは以前に比べてより外に多く出てコミュニケーションを取っていくということが昨今重要になってきています。 A360 というクラウドサービスがあるんですけれども、そちらのクラウドサービスを活用することによって情報をリアルタイムに仲間と共有することができたり、またデザインやアイデアを思いついたときにその場でいつでもどこでもすぐに図面を描けるようになってきたので、そういった意味では業務が非常に改善されて効率的に仕事が進められていると思っています。ワイズラボはですね、すべての人々の、心豊かな暮らし、そして働く、この両方のため、これから新しい人や言葉、この3つの在り方にチャレンジしていきたいと思っています。